ですか、かあたん、ありがとう、こんばんは、ありがとう、とバラン、ありがとう、バラン、バラバラン、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、夜もかわいい、かわいい、ありがとう。コンドさん、ハルシカカータン、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます、と、ザガマルさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは、のぶしろさん、100キラキラはれちゃん、ありがとう、ありがとうございます、みーさん、ハルシカカータン、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます、と、ケリエッタさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう、オールシーズンかわいい、やったね、ありがとう。と、ハレオジョーさん、皆様こんばんは、今日もお疲れ様でした、よろしくです、リキジュ挨拶ありがとう、お疲れ様、カズーさん、300回訪問ありがとう、ありがとうございます、カズーさん、300回も春のルーム来てくださってありがとうございます、これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなと思うので、これからもよろしくお願いします、ありがとう、うさぎさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、のぶしろさん、ハート、ありがとう、いきますよ、せーの、スキー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 と、のぶしろさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます、ストームさん、ハート、ありがとう、いきますよ、せーの、スキー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 、ストームさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます、と、ゴーエさん、ハレシカーカータン、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます、のぶしろさん、だるま、ありがとう、いきますよ、せーの、だるま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 、のぶしろさん、だるま、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、と、ケイミガンズさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、のぶしろさん、ん止まっちゃった、ごめんなさい、だるま、ありがとう、境界線さん、訪問ありがとうございます、ストームさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、しょっくんさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは、と、不倫は文化さん、訪問ありがとうございます、鼻がかゆい、かゆい、失礼しました。ごえさん、レベルアップありがとうございます、今日もラブリーです、ラブリーですか、ありがとうございます、まいちゃんさん、ハレシカーカータン、ありがとう、こんばんは、冷たい雨さん、初訪問ありがとうございます、ブラックハリちゃん可愛いです、ありがとう、今日はね、そう、あの私立恵比寿中学の柏木ひなたちゃんのねトレーナーなの、かわいい、ちょっとしか見えないけどかわいいの、全然見えないね、見て、もうかわいすぎて。もうトレーナー着てもさ、おかしくない時期だから、そう、着ちゃいました、着ちゃった、かわいい、と、レリちゃんズさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは、もうでもエビ中じゃなくなっちゃったか、卒業しちゃったからね、と、ゴーイさん、待ってたよ、か、待ってたよ、ありがとう。
待ってた。そしてお花もありがとう、ありがとうございますとやりちゃんさん、ハートありがとう。のぶしろさん、止まらないの弾む声、え、なんでスマイルフォーミーの曲をなんで、あれスマイルフォーミー好きってみんなに言ったっけ。そう、スマイルフォーミー好きなんだよね、ハレたまたまと、ハレちゃんパーカー着てるの可愛い、ありがとう。珍しいよね、珍しいよね、自分で言っちゃったけど結構珍しいと思う、パーカー可愛いと、おみそさん、ポポポポクマありがとう。たけちゃんさん、こんばんは、と、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。伊手前さん、300回訪問ありがとう、ありがとうございます。伊手前さん、これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなと思うので、これからもよろしくお願いします、ありがとう。ポコさん、こんばんは、とこんばんは、来てくださってありがとうございます。ココルさん、訪問ありがとうございます、よくわかります、たまたま、たまたま、そうなんだ。そう、ハレ去年のあの生誕ライブで一人でスマイルフォーミー歌ったんですけど、そう、あのオフ会、今回やるハロウィンのオフ会でもスマイルフォーミー歌おうと思ってて、今練習中なの。そうだからね、すぐわかったあと毎日歌ってるから、そうなの、そうなの、たまたま、嬉しい、いいよねスマイルフォーミー、大好き。ほんちゃんさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。100キラキラって100キラキラありがとう、ありがとうございます。あれ、はれいつの間にか始めたったの、通知来なかった。お、本当に通知来なかった、なんでだろう。そう、10時から始めてました、2分ぐらい遅れちゃったけどさくちゃんさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。一心伝心、一心伝心。ボスさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。ケイメガイズさん、レベルアップ、ありがとうございます。こんばんは、キラキラ完了ですって、さくちゃんさん、キラキラありがとう、ありがとうございます。ダイヤさん、チータンさん、訪問ありがとうございます。春オフ会で君が代を歌ってくれるんですよ。君が代、君が代なんていつぶりどのいつ歌ったんだろう、もう覚えてもないけど、あれか、だいたい式典とかで歌うか、大学の入学式で歌ったのかな、全然覚えてないなかなかさ、ね、歌う時ないよね、日常生活で君が代、やっぱそういう式典とかじゃないと。白熊さん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。ボスさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの、スキー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 、ボスさん、ハートありがとう、ありがとうございます。お刺身さん、100回訪問ありがとう、嬉しい、100回も晴れのルーム来てくださってありがとうございます。これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなって思うので、これからもよろしくお願いします、ありがとう。と、ふわかビートさん、レベルアップありがとうございます、ありがとう。今日ね、なんかわかんないけど春漏れた気がするんだよね、どうですか急に言われて困ったもんだだよね。もうなんかね、何が違うかわかんないけど、いつもよりもメイクが漏れた気がするの髪色だけかな、なんかさ、ここではこの色を使いますみたいな、すごいこだわりがすごいあるわけじゃないからさ、あれ、なんか
画像調べてさ、あこの子のメイクかわいいとかこの子かわいいみたいなのをさ日々真似してるから、なんか固定じゃないんだけど今日はなんかいい感じな気がします。なのでいっぱい見といて、今日限定だからどんなにさなんか今日うまくいったから明日もなんか同じようにやろうと思って次の日同じようにやってもなんか違うってなるからさ、そう今のうちに見といてくださいと、もっちさんこんばんは、でこんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。とてつさんバラン、ありがとう。バラン、バラバラン、ありがとう。リッシー、ありがとうございます、ありがとう。晴れて再起間髪じゃない、何髪間髪じゃないって言うわかんないキセさん、かわいいって、かわいい、やったね。漏れてるね、目の感じかわいい、やっぱり漏れてるよね。今日あれかな、カラコンがさ青っぽいからかな、やっぱさ暗い髪に青っぽいのってさ相性がいいのかな。やった、やっぱ漏れてるよね今日嬉しい、そうなんかみんなが肯定してくれるから嬉しいほっぺたのチークがいい感じだと思う。いや、あ、そうか、チークもあるかも。確かに今日ちょっといつもより濃いかな。いいね、いいね。あと光の色最近変えたんだよね。今までさ、このなんか真っ白っぽい感じの光だったんですけど、そう、昨日ぐらいからオレンジに変えたの。まあ、だからって。だからって感じなんだけど、ちょっとなんか自然、自然っぽくないですかっていうそう、それもあるかもしれない。11本のバラには大切にしたいって花言葉があるんよ。え、そうなの、なるほどね。嬉しい、いいね、いいね。11本のバラ素敵、合ってるよ。優れた才能が外に溢れ出ること、なるほどね。エビ中ハロプロ、あとは46グループ歌う。あ、でも坂道は1曲歌います。坂道歌うのとハロプロは歌うんだけど、ハロプロさんはそう歌わせていただくんだけど、エビ中じゃないな。でもスタダは歌います。そう、別に曲名全部言ってもいいんだけどね、ほぼみんな1回は聞いたことある。春の配信に行ったら1回は聞いたことある曲ばっかりなんですけど、そう歌いますと、目の中にだるまがある、本当だ輪っかがあると、カメラ男子さん訪問ありがとうございます。しょくんさんレベルアップありがとうございます。うさぎさんレベルアップありがとうございます。うさぎさんお花ありがとう、ありがとうございます。スーさんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。春しか歌う、歌うでしょうね。ああそう、候補最後まで入れてたんだけどさ、歌わない予定ですそう、春しか歌うもね、そうずっと迷ってたんだけど、そう今のところ歌わないかも、かもかも、当日に変える。いやでももう練習してるからちょっと歌わないかもしれないけど、そうだからその分最近ちょっとカラオケとかで、そう晴れしか歌ってるのそうすごい迷ったからさ、歌いたい欲がすごいあるからさ、そうなの。あー確かにブルベよりイエベが似合ってるのかもね。そうそうなんだよね、晴れ多分イエベだからさ、これでなんかこんなにみんなにさイエベなんだよねとか言っといてさ、ブルベだったらまあなんかまあ、勘違いかってなるけど、多分そう春はイエベだから、やっぱちょっとこういうオレンジっぽい方が合うのかもしれない。ももんじゅさん、晴れちゃん皆さんこんばんは、お疲れ様です、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。
チャムさん訪問ありがとうございます。ボスさんダルマありがとう。いきますよ、せーの、ダルマ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 、ボスさんダルマありがとう、うん、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。シューターさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。達也さん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ハートもありがとう。いきますよ、せーの、好き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 。達也さん、ハートありがとう、ありがとうございます。たけちゃんさん、レベルアップ、ありがとう。ミカエルさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。金杯さん、訪問ありがとうございます、ありがとう。あ、ムギティさん、ハレちゃんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。うさぎさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの、好き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 。うさぎさん、ハートありがとう、ありがとうございます。そしてナオトさん、ラブレターありがとう、ありがとうございます。ハートもありがとう。いきますよ、せーの、好き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 。ナオトさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ボスさん、クマ、あ、全然違った、間違えちゃった。ナオトさん、クマありがとう、クマクマありがとうございます。と、髪色変わったんだね、素敵だよ。そうなの、変わったの、素敵、ありがとう。そう、髪色とね、長さが変わったんだ、さすが。そう、今日なんかさ、髪をね暗くして、なんか黒いお洋服着てさ、なんかちょっとかっこいい系だったからさ、写真撮ったんだけどそう、でもなんかちょっと乗せるか迷ってて、あ、そうただそれだけなんだけど、そう、ちょっと乗せるか迷ってて、そうな、なんかちょっといつもと雰囲気が違いすぎて、ちょっと混乱させてしまうと思って、まだ載せてないから、いつかなんか気分が向いたら載せますと、ハレちゃん、今月はもうおたかつして、かわい、おたかつして可愛さで会場ざわつかせないの？ねえ、おたかつしたいんだけどな。そうで、おはり推しに会えると思ったのに会えてないもん、まだ同じ空気吸っただけで終わっちゃったからね。推し会いたいんだけどな、なかなかいつが見えるか。でもハロウィンとかでさ、会いたいよね、見たいな、推しのコスプレ。もう絶対可愛い、だって去年も可愛かったもん、クリスマスも可愛かったし、コスプレもメイドも可愛かった。いや会いに行きたいよね。と、ボスさん、おんぷありがとう。まいまいさん、訪問ありがとうございます。あなたが、あなたが眩しいわ、いいよね、あなたが、あなたが。きなよんせんさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ゆうさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。そう、ハレ、あの髪をね、こう今こうやって美容院行った理由の一つに、あのもうちょっとで、あのハロウィンのあのポストカードっていうか、なんていうの、ブロマイドで使うね、写真を撮ろうと思ってて、そう、それでロングで撮りたいなと思ったから髪を伸ばしたんですけど、ブロマイドの写真、ブロマイドの時に着るお洋服を迷っていて、なんかハレのお友達から、なんか絶対にこれがいいよって言われたのは、なんか ロリータ服みたいな、
でも黒と赤だからちょっとなんかなんていうの、ゴスロリみたいな。でもすっごいすっごいフリフリってわけじゃない、ちょっと悪魔みたいな。でも抽象的な感じ、なんか悪魔ですって言われたら悪魔だけど、悪魔とか言われなかったらただの黒い黒い服みたいな感じの、そういうやつにするか、ちゃんとパッと見でわかる、なんていうの、なんか赤ずきんとか、これすごい適当なんだけど赤ずきんとか、なんかそういう風にさパッと 見てわかるようなのにするか、すごい迷ってて、なんかそれだけ言ってもなんかわかりにくいと思うんだけど、どっちがいいと思いますか？ブロマイドの服とオフ会の服は買えても買えなくてもまあどっちでもよくてそう、何もなんかどうしよう、迫ってるのに全然決まらなくて、今年はそのなんかゴスロリーみたいな感じのと、あとなんだっけな、なんかキツネ、なんかキツネだかなんかの中華なんかキョンシーみたいな、でもこれもなんか難しいんですけどキョンシーって言われたらまあキョンシーかーみたいな感じのキツネと、あとはまあ今まで着たやつがいっぱいあるぐらいかしら、メイド服とかあとそうだ、なんか赤ずきんちゃんをもしかしたら着るかもしれないぐらいかな、手元にあるのは。だから何でもいいんですけどなんか直接見たいとか写真で欲しいとかなんかありますか？何もなかったら阿弥陀くじかなんかで決めようと思いますそう、なんかどれでもよくて本当に。でもなんか難しいよね、ハロウィンって。可愛い服いっぱい世の中にいっぱいあるしさ、結構もうさ、なんか有名な AKB さんとかだとさ、もうハロウィンのなんかライブやりましたとか言って、そう、今年はなんかポリスになりましたとかっていうの投稿を見ました。だからもうそんな時期かと思ってそうなのと、炊いてみないでおっちょこちょい晴れちゃう。本当にそう、炊いてみなかったの。でも炊いてみ見てなんか、ああ間に合わないって知ったら行かなかったかもしれないから、そう考えたらまあ行ったっていう、同じ空気を吸ったっていう事実で晴れは受け止めようと思いますそうと、ゴンダさん、ノリトさん、ハイローさんかな、訪問ありがとうございます。ストーキースさん、訪問ありがとうございます。サクちゃんさん、レベルアップありがとうございます。キョンシーギツネ、ブロマイド欲しいかな。オッケー、任せて即決。じゃあハレはそれの写真を撮りに行ってきます本当に何でもよかったの今そう、買ってあってなんかどっかで着ようと思って買ってはあって、でもなんかいつどのタイミングで着ていいか分かんなかったから、じゃあそれをブロマイドにしますね任せて。ゆたゆたさん、訪問ありがとうございます。ケンシロウさん、200回訪問ありがとう、ありがとうございます。これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。白獣さん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。え、もう200回来たとね。もう200回経ってるって、やったね、ありがとう。そう、あ、え、これ告知はしていいのかな、まだしない方がいいのかな。ちょっとあのもう一個ね、皆さんもう一個なんて言ったらいいんだ、ハレが今そんなにいろいろと縛られてないっていうか、ほぼフリーみたいな感じ、事務所にいるけどほぼ活動はフリーみたいな感じでできてる期間だからこそ、ちょっと皆さんと一緒になんかできたらいいな、あ、オフ会とかじゃないんですけど、皆さんにこうプレゼントできたらいいなと思ってるものがあって、それがもうちょっとしたら情報が出ると思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
そうレアだし結構豪華だし、もう誰でもゲットできるので、そうぜひ結構楽しいと思うんだよね。そう、それのね打ち合わせを今日朝やってきて、すごい楽しみ、ワクワクなので、ぜひ皆さん誰でもどこにいてもゲットできるので難しいよね。そう、なんかどこまでさ宣伝していいかまだ分からなくて、まあでもそんなダメってことはないと思うんですけど、そうなのでぜひ。ハマチさん訪問ありがとうございます。白獣さん楽しみ楽しみ。ストームさんなんだなんだそれと今日は鉄道の日でもある、鉄道の日でもあるの今日。なんか さつまいもの日だよみたいな確か教えてくれた気がする。里芋、さつまいも、さつまいもだっけの日ですみたいな、直人さん教えてくれたよね今日急に降る、そうなんかそうなのって思ったの。さつまいもの日でも なんでなんでだったんだろう。里芋違うか、さつまいもだっけ、なんかの日らしいですよ。電車の日なの、鉄道の日、なんで鉄道の日なんですか。普通になんか開通みたいなこと、それともなんか語呂になってるのかな。でも今日10月の 13? 嘘、14か、遠いよみたいな、ごめんすごい適当絶対嘘、絶対そんなことないんだけどなんでだろう。きなよんせいさんハートありがとう。いきますよ、せーの、好き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 。きなよんせいさんハートありがとう、ありがとうございます。鉄オタとしてこのタイミングでの200回はある意味運命すぎる。あ、そうなの、鉄オタなの、撮り鉄ですか、それとも音とか。結構晴れさ、なんかすごく鉄道詳しいわけじゃないんですけど、なんかさそういうアメトークとかでさ鉄道オタク芸人みたいなさ出てたりするじゃないですか。ああいうの見るの結構好きです。と思って、そうどの部分が好きとかはあんまりないんですけど普通に結構面白いなと思ってそう見てる。日本初の鉄道でもある新橋から横浜、今の東海道線が開通した日。あ、そうなんだ、10月14日なんだ。春と1ヶ月違いじゃんまあ年は違うけど、そうなんだ素敵。ブイモンさん訪問ありがとうございます。おだしょさん訪問ありがとうございます、ありがとう。すごい、さっきハマチさんってお名前読んでからすごいお刺身食べたいとゆっきさん訪問ありがとうございます。なおとさんハレスカーカータン、ありがとう、こんばんは。そう、さっきさあれ聞いてました、なんかさつまいもの日だかなんとかの日だよって教えてくれたよね。何の日でしたっけ里芋、さつまいも。白獣さん勉強になるね、そうなんだ、日本初の鉄道なんだね新橋から横浜って。東海道線か、あれでしょ、オレンジと、オレンジと緑の模様の電車でしょ、さつまいもじゃない東海道線と。ナオトさんさつまいも、さつまいもの日か、そっか、今日さつまいも食べてないんだけど、今日という日では食べるべきだよね、食べてなかったさつまいも。そうなんだ、そう今日はさ朝大学芋食べるの我慢しちゃったんだよね。我慢しなきゃよかったそう今日はと思ったんだよ。なんかもうその大学芋のさ入ってる袋がもうあとちょっとしかなくて、これがなくなっちゃうの悲しいと思って、そう
食べなかったんだよ。今日こそ食べるべきだった。と、しょうくんさんレベルアップありがとうございます。ラスカーさん訪問ありがとうございます。ありがとう。そうなんだ、さつまいもの日か。なんかスーパーとか行ったらさつまいもなんかちょっとなんかなかったのかな、目玉商品ですみたいな今日スーパーも行ってないからな。今日またさ貝殻拾いに行ったの。そう、ちょっと足りなくて、なんか大きい貝殻の上に小さい貝殻を乗せてお魚みたいにしたかったんですけど、小さい貝殻使わないと思って取ってなくて、小さい貝殻を探しにまた海に出かけてさ、そしたら一緒なんか貝殻拾いやってた男の子とさ見てるところが同じぐらいで、そう、そしたら見てカニって急にカニ見せてくれた。でももうなんか流れ着いたカニだったから、もうすごい呼ばってる、なんかデローンってなってるカニだったけど、見てカニと急に言われてびっくりしちゃった。あ、本当だー、カニだね、よく見つけたねーとか言って話をして、そう、可愛かった。はれちゃんこんばんはって、ダンダンさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。今日食べたランチの付け合わせにさつまいもついてた。いいなー、美味しそう。たけちゃんさんレベルアップありがとうございます。と、なんて読むんだ、しゅんすけさんかな、訪問ありがとうございます。髪黒いね、そう、髪黒くした、髪暗くして長くしました、イエイ。と、たけちゃんさんだ、くまありがとう、くまくまありがとうございます。つ、焼いて食べた、焼いてカニもうね、そう、その子がなんかママに見せてくるみたいな感じで言ってどっか行っちゃったからその子は知らないんだけど、でも本当にもうデローンってなってたから、そう、もうあれかもしれない。はれちゃんあと1ヶ月で誕生日ってことは下北姉妹の店長も近いね。確かに、そう、下北姉妹さんからさご連絡があってね、こんな感じのポスターでどうですかっていうのが来たんです。そう、だからもうあともうちょっとだよね、そっちも楽しみだ、楽しみ。みんなともうすぐで2回も会えるなんて、ケーキ美味しそうなんだそう、前にね食べに行った時になんかその春が食べたかったケーキ売ってなくて、もう売り切れちゃってたの。そう、だから今回はもう食べれるかなと思って楽しみと、はれちゃん来たよ、市の俊介っていうよ、高知県の南国市から応援し勇気ね。あ、南国市なんですね。そうなんだ、はれ、高知行った時南国市かな、そこら辺行きました。素敵、ありがとうございます。藤崎晴れです。お天気の晴れって書いてそのまま晴れって読むので、よかったら晴れちゃんって呼んでください。ありがとう。とゆたさんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ポスターの髪型と一緒、ポスターの髪型は結構前に撮っちゃったから髪が茶色い明るめ、あ、でも染めてすぐだったからそこまで明るいわけじゃないけど、でも明るくて三つ編みしてます。そう、何回かツイッターにも写真使ってる、あの三つ編みの写真です。と、はれちゃんこんばんは、かわいいって、ひえちゃんありがとう、こんばんは。と、しゅうすけさん、はれ、はれしかーかーたん、ありがとう。みやさるさんレベルアップありがとうございます。ベイスターズ惜しかったです。あ、そうなんだ、今日勝てなかったんだ、知らなかった。そっか、あと1回、あと1回 ?2 回ぐらいしかね、チャンスないから2位、1位か2位なってほしいな
でも結構ベイスターズってなんか2位になるイメージあるんだけどな CS と。ひょこにんさんこんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。ツイッターはだいぶ前からフォローしてるよ。え、そうなんですか、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。そう、ツイッターとショールームとちょっとだけ TikTok とちょっとだけインスタもやってるので、よかったらいっぱい見に来てください。ダンダンさんレベルアップ、ありがとうございます、ありがとう。ということで、そろそろ復帰をしていこうかなと思います。明日の朝ね、もしかしたらちょっとまだ確定してないんですけど、もしかしたら朝配信できないかもしれなくて、でもできるかもしれなくて、ちょっと何とも言えないので、明日の朝9時になって配信がなかったらないんだなって思ってください。でも多分ない可能性の方が高いんだけど、そう、何とも言えなくてすみませんと。うそつきケイティさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ということで復帰をしていきたいと思います。よいしょよいしょ。それではいきます、せーの、ありがとう。白獣さん、ストームさん、プーさんじゃない、間違えちゃった、しおくんさん、ゆうさん、ボスさん、リッキジー、のぶしろさん、おみそさん、みーさん、パチパチパチ、ありがとう。
ありがとうございます。32が一番可愛かったです。本当32が可愛かった。今日のベストでした。皆さんありがとう、ありがとうございます。それではそろそろランキングをお読みして配信を終わりにしたいと思います。13位ザガマルさん、12位キセさん、11位おみそさん、10位たけちゃんさん、9位たつやさん、8位ストームさん、7位ボスさん、6位てつさん、5位のぶしろさん、4位ゴーエさん、3位うさぎさん、2位リキジ、そしてそして1位ナオトさん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。皆さんも星投げカウントギフトコメントたくさんたくさんありがとうございます。ありがとう。とおつはりちゃん、はーい、たはーい、ありがとう、またねー、ありがとうございます。ということで今日も楽しい時間をありがとうございました。明日は夜22時からは絶対にあるので、よかったら皆さんまたお越しください。それでは今日も素敵な夢が見られますように。いきますよ、せーの、おつはれちゃん、またねー、またね、またね、なんだっけ。またね、バイバイ。おやすみなさーい。